案外しぶといじゃねえか。だがそれももうすぐ。大変です。我々は包囲されております。見りゃわかるんだよ、このクソが。ですが。あなた。仕方ねえ。こうなったら一旦交代して体勢の立て直しだ。どこへ逃げるんですか。逃げるんじゃねえ。体勢を立て直すために後ろを一気に突破するんだよ。今そんなことをすれば被害が。ここにいたら余計に被害が出るじゃねえか。逃げやがれ。一気に突き立てさ。鋼の陣。槍の陣。名さえいなければ勝負はついた。もう諦めろ。うるせえ。俺に命令するな。
銀杖どかねえとぶっ殺すぞ。ダメ、だからいける者は追うな。もう勝敗はついた。俺様の軍が俺の最後は見捨てられちまったかい。こうなると哀れなもんだな。さまねえな。まったくよ、やれよ。あ、やれってんだよ。覚悟はできてるようだな。待て、なぜ止める？エルル、どうする？どうした？笑いたきゃ笑えよ。ババアがあんなことになって俺を恨んでんだろ。惨めな姿を見てさぞ気分がいいだろうな。あ、どうして分かってくれないの？私、何も入れなかった。綺麗な服も高価な飾り物も贅沢な暮らしなんかできなくったっていい。貧しくたっていいの。ただみんなで一緒に暮らして少しだけ幸せがあればそれだけでよかったのに。上着だって昔はそう言ってたの。忘れたの。そんな不器用だけど純朴で優しいヌワンギが好きだった。どうしてヌワンギのバカ。俺はただお前と一緒にお前を幸せに。そんなの幸せなんかじゃない。全然幸せじゃないよ。じゃあ俺は何やってたんだ。エルル、俺は
俺はこの戦をやめるよ。頼んで、いや、何としてでもやめさせてみせる。それがお前へのせめてもの。なんだ、なんか刺さってやがる。なんで、見ろよ、こいつはかなりの長玉だぜ。悪く思うな。俺たちはただお前たちに取られたものを返してもらってるだけなんだからな。無駄口叩いてねえで、とっとと身ぐるみ剥がすの手伝え。分け前減らすわ。おい、まだこいつ生きてるぜ。ほっとけ、どうせもう助からねえよ。おい、確かこいつ侍大将じゃねえのか。本当かよ。だとしたらついてるぜ。こいつの首を半軍に持ってけば褒美ががっぽりだ。そしたらこんな生活とはうさらばだ。エルル、エルル、迎えに参りやしたぜ、大将。選挙はどうなってますか。あいつの指揮する第二軍は敗退、ほぼ壊滅状態となりやした。あいつ自身は戦死か、それともいずれにせよ消息は不明。反軍は現在ここに向かって集結しつつありやす。早ければあと数刻で戦になりやすぜ。正常はどうなさってますか。髪の手入れの真っ最中。最近抜け毛が激しいもんで念入りにやってやす。誰も邪魔するなと言ってやしたぜ。そうですか。いっそのことこのまま永遠にと、これは失礼。全軍出陣します。大将、本当にいいんですかい。気づいてるはずですぜ、この国にはもう守るべき価値は何もないって。そうですね、もはやこの国の崩壊は必然でしょう。だったらどうして。大将ならどの国だって高く受け入れてくれやす。いや、大将さえその気なら。プロ、そこまでです。出過ぎた真似を。あなたの心遣いは感謝します。ですが、それでも私はこの国の侍大将なんですよ。私にはこの国と運命を共にする義務があるのです。ですがね。全兵に伝えておいてください。劣勢となった場合すぐに投降せよと。大将、まさか。行きましょう、これが最後の戦いとなります。ウィス、一丁派手にやりやすかい。やっと来たかい。待ちくたびれたぜ。この前は悪かったな、途中で抜け出しちまって。まあ、お詫びと言っちゃなんだが、今日は最後まで相手するから、それで勘弁してくれ。こちらとしてはできれば相手をしてほしくはないんだがな。バカ言っちゃいけやせんぜ。それじゃ失礼ってもんだし、第一つまらんだろ。さあ始めようかい。
どちらかの息の根が止まるまでな。